なんだこの音。魚が何かをかじっているみたいですね。俺はかじられないよね。さあどうでしょう。もう嫌だ。ブラックチャンネル。船に乗って修学旅行超楽しい。ご機嫌ですね。でもちょっとお腹痛いかも。トイレ行ってくる。お気をつけて。長いトイレですね。ああ、調子に乗ってお昼ご飯食べ過ぎた。大丈夫ですか？取らんでええわ。え？何かにぶつかりましたか？これは本当の鬼ヤバですね。なんとか助かったみたいだけど、クラスメイトの方たちは避難ボートで逃げたみたいですね。俺だけ取り残されたのか。そうみたいです。これはかつてない鬼ヤバさ。ぜひ撮影させてください。そんなことしてる場合か。俺ちゃんと契約すれば生還するために手助けしますよ。マジでお願い。ディール。ジー。体温を奪われる。寒い。水の冷たさに体温を奪われているんですね。カイロならありますけど。水の中で使えるか。全然手助けになってない。手もおばあちゃんみたいですよ。ほんとだ、シワシワって。そんなこと言ってる場合か。カカカ、まだまだ元気ですね。じー。音が怖い。真っ暗だ。怖すぎる。船がきしむ音ですね。暗いせいで音に敏感になってるんですよ。どうしよう。船が壊れたらマジで死んじゃう。誰か助けてくれ。あんまり騒ぐと体力を消耗しますよ。魚が怖い。なんだこの音。魚が船内に残った食べ物を食べている音です。次に食べられるのは俺。狭い船内なのでさすがにサメは入ってこれないと思いますが。サメとか言わないでくれ。もう嫌だ。あ、何かが近づいてきます。助けて。あ、カメラちゃんでした。じー。和みました。それ手助けのつもり。酸素がなくなる。なんか息苦しいんだけど。エアポケットの酸素がなくなってきているのかもしれませんね。もうダメだ。酸素をどうぞ。ありがとう。あれ、声が変わってる。それ酸素じゃなくてヘリウムだったみたいです。さっきから邪魔なんかしてるじゃん。誰かいるのか。え、います。ここにいます。まさか。生存者確認。直ちに応援を頼む。助かった。じー。ブラックが呼んでくれたんだね。いいえ、ただの偶然ですね。生還。それから俺はダイバーさんに助けてもらったらしいけど、その記憶は全くない。もうダメかと思ったよ。沈没事故の現場を調べるために来たダイバーさんだったらしいですよ。運が良かったんだね。沈没事故から62時間も経っていたらしいです。生きてる人がいると思っていなかったので大変驚いたとか。退院後。なんとか退院できたけど、海や船に近づくことができなくなった。水に浸かってた時の夢を見てうなされることも。元気になりました。体は元気だけどトラウマが。魚も食べられなくなったし、水も怖くて。水が、それは大変ですね。あ、そうだ、お見舞いに水鉄砲を買ってきたんですが。いらない。ではこの水中メガネは。いらない。じゃあ水羊羹食べます。それはもともと苦手。わざとやってる。カカカ、食療法で治そうかと。ところでサトシくん、少し匂いません？水が怖くてもう1週間お風呂入ってないの。カッカッカッカ。1週間って汚いですね。恥ずかしいこと言わせるなよ。恥ずかしいだなんて、水臭いですよ。また水。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。